旭川市立西園中学校は北海道旭川市にかつて存在した公立中学校。旧校名は旭川市立第六中学校。現在の旭川市立中央中学校の前身の一つである。近年の生徒数減少のため旭川市立時は中学校、旭川市立北斗中学校とともに統合されることが決定し、 2015年新設の旭川市立中央中学校に機能を引き継ぐ形で同年3月末で閉校した。後地には2016年4月に北海道旭川高等支援学校が開校した。近年、本校及び学区が隣接する北都中学校、時は中学校の生徒数が減少していることから、これらの学校を統合させる計画が浮上。 2010年10月の時点では、宮下通り4から5丁目付近に新設校を建設するとしていたが、新校舎の増改築などの利便性から、2011年6月に、旭川市教育委員会は、本校の敷地内に新校舎を建設する変更案を提示。同年7月の検討会議を経て、8月に、時は中学校の敷地に新設校舎を建設することを事実上決定した。 2012年12月に旭川市教育委員会は新設校の校名を旭川市立中央中学校とすることを決定。また同時に新設校の制服も決定し、新設校において全員が同じ制服を着用できるようにとの配慮から、統合対象の3校では2013年度入学の生徒から新制服が採用された。しかし、本校の学区から時は中学校までは、 相当離れており、特に当期には徒歩での通学が困難になることが予想されるため、本校の学区在住者を中心に反対運動も行われた。これに対しては、市がバス通学のための通学費補助を行う方針を示した。2012年時点では、市教委は2015年4月に新設校を開校する予定とし、上記の反対運動があることなどから開校までには、 右与曲折が予想されたものの2015年4月に予定通り統合、並行された。ありがとうございます。